12月12日木曜日、日枝津小学校へフランスと台湾出身の方を講師に迎え、異文化交流を行いました。最初にフランス人のデイビッド・バルディさんにフランスの文化などをお話しいただきました。みんなおはようございます。バルディさんは南フランスのアビニョン出身、現在は米子で英語とフランス語の教室を開いておられます。フランスとはどこですか？わかりますか？フランス、はい、日本、フランス、パリ、トマトのタイプにいっぱいあります。ケーキみたいなのクリスマスの食事、フランスのスタイル。クリスマスで、クリスマスで最初はアペタイザーとかフォアグラ、ハムじゃない、なんかバターみたいな、でも高い。デザート。デザート。デザートの後、もう一回チーズが。日本の衣装は何ですか？着物。着物と。ドレス。あんまり使わない。本当にスペシャルイベントで。モンサンミシェル。わかりますか？シャンクロペ、バスでたくさんいろいろあります。おかしいね。ワールケに、鳥取県国際交流財団の国際交流コーディネーター、ラホ・チェミさんから台湾の文化などについて
お話をしていただきました。台湾という国知ってる人いますか？おお、すごいすごい、はい、では台湾はどこでしょうか？ピンポーン。ね、各原住民、原住民とは何でしょうか？私今着ている服はこれが原住民の民族衣装なんですね。それぞれその民族が違って服も違ってきます。でこれが今着ているのが一番台湾で一番大きな民族の民族衣装ですね。バイクが一番人気で、ね、バイクの通勤ラッシュの時見てください。うおこれが全部日本は原付が一人なんですよ。台湾は全部二人乗りまでは大丈夫ですね。ここ見たことありますか？はい、そうです。でもね、宮崎さんがね、いや実は違いますって言ってたんですけれども、それは証言したんですけれども、昼休憩皆さん見てください。それにしても長いんですよね。はい、残りの30分は何するんでしょう？勉強、実習、読書、遊ぶ。遊びたいんですよね。でも遊ぶんじゃないです。遊びたくても遊べないです。はい、寝る。ピンポン。やだ。小学校になっても昼寝の時間があります。そして中学校になってもあります。なんと高校生まで昼寝があります。人生を始めたかった。そう、カナダから来ました。前はカナダで10年ぐらい住みました。先生本当になりたかったから、 6ヶ月ぐらい大阪で住みました。だけど米子で今自分の学校があります。米子でフランス語と英語と教えています。もう本当に良かった。鳥取と米子の辺で本当に楽しい、面白い海と山がありました。と友達は多いから本当に良かった。まあ人生はすごく嬉しい。また一緒に遊びましょう。本当にありがとうございました。
私は実は20何年前に、大阪の方に留学をしていて、まあ、日本がすごい好きになったんですけれども、でその後また日本に遊びに帰ってきた時にちょっと素敵な男性と出会ってそれで結婚してここに来ました。はい、平日で本当にすごい私すごい好きなんですけれども、私は米子じゃなくて琴浦に住んでいるんですけれども、で最初の米子のイメージはやっぱり比叡津なんですね。でとてもみんな先もすごい元気で明るくて、後ろで座ってた時にすごいみんな、いい子だなってスタッフの人と話をしてて、すごいこれからも国際観を広げていろんなことをしてみたい、してほしいなと思います。はい、今日は楽しかったです。ずっと前から楽しみにしてたので、じゃんけん楽しかった。今日の難しい手遊びがとっても楽しかったです。台湾とかフランスとかが知れてよかったです。魚釣りゲームが楽しかったです。楽しかったです。楽しかったです。面白かったです。どんなことが一番面白いなと思った？遊んだりすること。魚釣りが面白かったです。今日は面白かったです。台湾のコマ遊びが面白かったです。魚釣りが面白かったです。台湾の人とフランスの人と交流ができてよかったです。楽しかったです。じゃんけんと付箋がもらえたことです。フランスの、おかしな地名で長い豚とかそういう地名が面白かったです。フランスの遊びの魚釣りです。コマとかとかおもちゃとかです。クイズの話が面白かった。なんかダンスみたいな。